ンジャーズのダルビッシュ有投手が3日、日本時間4日、敵地クリーブランドでのインディアンス戦に先発し、7回を投げ3発4安打1失点。6回まで毎回の8奪三振の好投、勝ち投手の権利を獲得しして降板したが、9回にクローザーのフェリスが同点ツーランを浴びて、11勝目が消えた。試合は延長12回。インディアンスがブラントリーのサヨナラ本塁打が飛び出し4対3で勝った。初回に1点を先制してもらったダルビッシュは、先頭のキプニスを空振り三振に切るなど三者凡退の滑り出し、リードが3点に広がった2回。西二塁からマーフィーに右翼フェンス直撃の二塁打を浴び1点を返されたが、3回は四球で走者を出しながらも後続を立って無失点、中軸から始まる4回は3人で打ち取り、5回も先頭を四球で出すが2者連続三振などで切り抜けた。久々のピンチは6回、西から安打と味方失策で1、2塁とするが、指名打者スウィシャーを空振り三振に仕留めて脱出すると、7回にも西から安打されたが、後続を打ち取り得点を与えず、今季ここまで5勝0敗と得意としているデーゲームで、この日も結果を出した。レンジャーズ打線は1回1死2塁、リオスの中前田で先制。2回は3者連続四死球で無四満塁としてから踊る、治癒、新須の連続儀式で2点を追加した。ダルビッシュは2点リードでマウンドを降りたが、土壇場の9回、フェリスが停滞一発を浴びた。